もしその、第三次世界大戦を選んだとしたら、その時は、うちにはね、うち持ってるやんか、いろんな、ボードゲームか、ウォーゲーム、シミュレーションウォーゲームの地図とかね、あるいは戦争資料とか、いろいろ持ってるでしょ。それを駆使してね、介入するよ。その地図に、戦争マップみたいなのに余計なもん置いたりするよ。な。あんたらが、イージーな戦争専用にな。あんたらがイージーな人殺しで短時間で勝利を収め、そしてなんか正義を貫いたとか称したり、な。平和を守れたとか称したり。な。そういうイージーな発言をして、そしてまた同じことを繰り返して地球を搾取して、で、人の体の上で誰と誰が結婚とか言うたり、とりわけうちと結婚して君の体である地球の上でとか、そんなアホなことに興じないように徹底的にあなた方男性というか水子として飛来したあなた方ウイルス RNA がね、徹底的に修行になるように徹底的に介入するからね、ウォームアップにね、いろんなものわけわからん関係全く関係なさそうなもん何でもかんでも置いたりするかもしれないし、そこに存在するはずのない軍隊を置いたりするかもしれんし、もう徹底的にあんたの戦を徹底的に引き伸ばして、長くして、そしたらあなた方男子が非常に修行になるように、ね、半グレも宗教男子もどんどん戦場に行って、悲惨な修行できるように、徹底的に介入して、イージーな人殺しなんか絶対できんように、できないように、あなた方たちがイージーな殺人者にならないように、あなた方が勝てる兵隊にならないように、あなた方が勝てる軍隊にならないように、どの軍隊も。悲惨な思いして、ものすごい修行が達成できるような、悲惨な男子が消耗する、あなた方男子が悲惨に消耗するように徹底的に介入するからな、ウォームアップ使って。もしそうならんかったら、その介入がうまくいかんかったら、何でもするで、牛の国参りでも。な。修行になるやろ。なんかここで、あとちょっとであなた方が成功するって、やった、これやりたかったんだって、これ達成したかったな、ついにって時にカーンとですね、